こんにちは、デリシキッチンです。本日はキャベツ焼きを作っていきます。まずキャベツ 200g を千切りにしたら、薄力粉 80g に粉末だしと水を加えてよく混ぜていきましょう。そしたらフライパンに油を適量敷いて、生地を薄く伸ばして焼いていきます。そこにキャベツをたっぷりと乗せたら、卵を真ん中に入れていってください。はい、弱火で6分程度蒸し焼きです。そしたら半分に折りたためば完成です。いかがだったでしょうか。以上、デリシキッチンでした。